佐藤俊樹です。一応まず自己紹介からさせていただきます。という形でこれですね。先ほど江川先生がおっしゃいましたけれども、私は1963年の生まれです。で、専門はですね、社会学、日本社会論というのが専門になっております。で、教えていることは実は、東京大学の中でいろいろあるのですけれども、実はその中の一つが教養学部、こちらは本郷にありまして、法学部とか文学部とか、工学部とか医学部とかがあるんですけれども、もう一つ渋谷の西側に、駒場キャンパスというのがありまして、そこで教養学部というのをやっております。で、東京大学の学生は 1,2 年生は全部教養学部に、行って、まず最初の基礎的な訓練を受けることになっています。で、その中での、実は統計というのが私の専門で、その、関係で今回も、こういう形で皆さんの前に出る形になりました。で、実はですね、 1,2 年生向けの、私が担当しておりますのは基礎統計という講義です。で、これは実は非常な大人気、超人気講義でありまして、東京大学の理系の1年生というのは大体1800人いますけれども、そのうち1650人ぐらいが今年受講しております。で、文系でもですね、大体1200人ぐらいの、400人から、今だと600人ぐらい、今年ぐらいでは出ると思いますけれども、そのくらいが受けています。で、毎年採点するんですが、実は大体負荷 D がですね、要するに単位取れませんよというのが 10% から 20% で、ということはですね、どういうことかといいますと、実は、文系理系とも多分この場にいらっしゃった方、自身皆さんもそうだと思いますけれども、統計というのは非常に知りたい、分かりたいという対象になっています。つまりみんなが身につけたいと思っていることなんですけれども、同時にそれは分かりにくい、覚えにくいし、あるいは身につけにくいというもう一つの特性になっています。で、その中でですね、悪戦苦闘しながらですね、必死で、それこそ大体私の同級者でよく言ってますけれども、黒板に数式を書き始めるとですね、だんだん学生の目が白くなっていくんです。で、こう黒板いっぱいに数式を書くとですね、魚屋のですね、閉店寸前の魚みたいな目になっていてですね、その白い目と戦いながら授業をするというのがですね、統計の教員の宿命なのですけれども、で、そういうふうになっていくとですね、統計というものはある意味で、分かりにくいという特性があります。で、おそらくですね、これから先、正確に言うと私の先輩である佐藤健二さんの次から始まる先生方はですね、多分バリバリに統計が学生の頃からお出来になって先生をやってらっしゃる。ですからですね、そういう先生方に限ってですね、いや統計って簡単ですよ、分かりやすいですよって言うんですよね。でもそんなに分かるものであるならば専門家というのは必要ないので、でわざわざ統計というのを専門的にやる人がいるということは分かりにくいという特性を持っていると。 でも、分からないままでは進まない、先ほど江川先生がご紹介したように、私たちの身の回りでいろんな形で統計の数字だとか確率だとか、それを使って社会を営んでいったり考えていったりすることは普通に行われています。ですから、その分かりにくい統計をいかに分かるようになるかというのが今の社会を生きていく上でもとても大事なことになっています。で、じゃあどうやったら分かるかということがポイントになってくるわけですが、実は統計の分かりにくさっていうのは結構いろんな面があるんです。数字が分かりにくいとかですね、あと結構これは実は大きいんですけれども、統計というのはギリシャ文字がよく出てきます。文字の形がユニークなので、一体どういう字か分からないというのもあります。で、そんないくつかの分かりにくさもあるんですけれども、もう一つ実は教えていて結構重要な分かりにくさ、あるいは
結構そこがうまくほどけると陶芸に対して興味を持ったり勉強したくなる気になるっていう分かりにくさがあります。それはですね、一言で言うと陶芸って何をやってるのか、どういう考え方なのかということです。で、これはもちろん数式とは関係ない、言葉で喋り伝わることができることです。でも同時にそこが分かるとですね、統計の数式だとか数だとかそういうものに付き合う気になれる、そういう点でとても重要なポイントになっています。で、実は私の講義も そこを中心として、私はですね、基礎統計の中でも基礎統計というのは大体1年の夏学期、今の時期に勉強している時なんですけれども、その基礎統計の夏学期から落ちこぼれた人を対象とする授業を担当しておりまして、その意味でも、この形の分かり何をやっているかということを中心として、しゃべっております。で、いわば、そういうことを、今日も使いながら、少し皆様にご紹介していこうと思っています。で、じゃあ、元に、本題に入りまして、統計とは何かというお話をさせていただきます。で、これもですね、言い出すと正直キリがない。で、特にですね、専門家の先生に教えるとですね、自分の考え方こそが統計の本、真理だとかそういう感じになってきますが、普通に考えて生きていく分でですね、ぶっちゃけて言えば3つコンセプトがあります。これだけ考えておけばですね、大体何をやっているかというのが分かる。で、その一つはですね、これは多分皆様の統計のイメージからも、お分かりになると思いますけれども、集めて測るという作業です。要するにたくさん集めて、そしてその集めたものを何かの物差しで測っていく。今日の話で言うと、これから次にお話しされる佐藤健二先生の国勢調査の話がありますけれども、それなんか典型的ですね。一応日本国民の全ての人に関して聞いてみて集めて測る。実際国勢調査というのは統計の一番最初の、試みが伝えていますけれども、そういう形の作業です。で、2番目はですね、直接見えないものを推測するという、いわばこう何かの箱に入っている、見えない箱の中にあるものを直接見るのではなくて、何かの手段を使ってこの中はこうなっているだろうという形で推測するという作業です。それが2番目の作業で、3番目の、コンセプトというのは、これもですね、ややトリッキーな言い方になりますけれども、大体とか多分おおよそというものを正確に見積もるという作業。これはちょっと誤解しやすいので、もう少し補足しておきますと、大体とかおおよそというのを解消したりなくしたりするのではないんですね。どの程度大体なのか、どの程度おおよそなのか、そういう具合に大体とか多分とかおおよその程度をなりたて正確に見積もっていく、あるいは計算していく、これが3番目の、コンセプトです。で、すごく簡単に言いますとですね、この3つで出来上がっています。だから、統計のそれぞれの結果だとか考え方を見ていくときに、この3つのうちのどれを今やってるんだろうなとか、あるいはこの3つのうちのどれを、この場面では重要視しているのかなっていうのが分かってくると、何をやっているのかというのが分かってきます。で、これが、最初の、一歩になっていく、その3つのコンセプトです。で、その3つのコンセプトの中で、最初に挙げた、ものが集めて測る。これが実は統計というものの歴史的にも一番最初の部分でありますし、皆様が、統計というものに接する時にも一番よく接する、場面だと思います。で、これはですね、文字通り最初の一歩で、どういうことかと言いますと、
あるもの、いろんなものがいろんなものを扱うのですけれども、例えば人間というのが一番分かりやすいんですけれども、人間をですね、たくさん集めて測ることで初めて見えてくるものがある。こういう発見が実は統計というものを誕生させた瞬間の一つです。具体的に言うとですね、普通は見るとか知るっていうのはその個物、例えば人間であれば一人一人の人間をじっくり見るということによって、いろんなことが分かってきます。で、例えば人を知りたければですね、一人一人の人間をじっくり見ようというのが、普通のやり方です。で、普通のやり方でいい時も本当にたくさんあります。でも時々ですね、そうではないことが起きるんですね。時にはこんなことが起こる。つまりですね、じっくり見るというよりもたくさんの人を集めて見る、たくさん集めて見るわけですから、一人一人のその集めた人に関しては必ずしもじっくり見るわけではなくて、ある部分だけを取り出してさっと見ていくという感じになっています。でもそういうことをすることによってまとめて見えてくるものというのがあります。つまりたくさん集めるとですね、どういうことが起きるか、たくさん集めるとですね、いろんなものが入ってきて、一個一個の特徴だとか、顔だとか特性みたいなのがぼやけることもあります。でも逆になることもあるんですね。たくさん集めることによって一人一人の個々の事情とか個々の癖みたいなものがお互いに相殺され合って、その集めた人間の集まりに共通する何かが見えてくるということがあります。これがですね、いわばこういうことが起きるんだということを発見する、発見しちゃった驚きというのが、実は統計学の最初の一歩になってきます。で、その話を今日ちょっと、これからお話しさせていただきたいと思うんですけれども、この集めて測ることによって初めて何かが見えてくるというものっていうのは、先ほどちょっとご紹介しました2番目と3番目ということとも関係しております。で、2番目というのはですね、もちろん集めて測ることによって、間接的に何かが見えてくる、例えば共通性として見えてくるのがどういうものなのかっていうことをいわば推測していくという作業になっていきます。で、3番目というのはですね、さっきの、ちょっとさっきの話もありましたように、個々の事情をある部分で相殺させながら見ていくわけですから、そこで共通して出てきたものというのはある程度推測、あるいは大体こうだろうということの形になることがほとんどです。で、そうなってくるとその大体こうだろうとかおおよそこうだろうみたいなことをですね、より正確に考えていく必要が出てくる。いわばですね、今言ったお話を図にするとまあこんな感じ、たくさん集めると、共通する何かが見えてくるというのが、統計のやっぱ鍵になる考え方です。で、もう一つ実は重要なことがあります。たくさん集めると共通に見えてくるものがあることがあるというもう一言きちんと付け加えておく必要がある。つまりいつも必ず見えてくるわけではないんですね。一定の条件だとか、一定の、基準を満たして初めて、これで本当にちゃんと共通したものが見えてくるとか、これが見えてきたものだということができる。こうしたですね、どういう条件を満たせば本当に見えてることになるのか、あるいは見えたものがあると言えるのかということをさらに考えていくということになっています。
その条件をうまく、詰めていくというのが先ほどの、推測するとか、あるいはその大体こうだろうの大体を正確に見積もるという作業になっています。でこの辺でですね、ただの統計ではなくて統計学という学という文字がついてくる、理由が出てきます。つまりどういう条件を満たせば、そういうことが見えてくるということをさらにきちんと突き詰めて考えていくことによって、統計から統計学というものがさらにスタートして、まあこの辺はですね、かなり、数式がらみの話になってくるので、今日はその辺は大幅に吹っ飛ばしますが、例えばですね、たくさん集めてくることによって見えてくることがあるということを、きちんと、証明した、非常に代表的な統計学の定理というものに中心極限定理と呼ばれるものがあります。でこの説明は今日は全くしません。こんなの説明しているとですね、東大の1年生でもですね、大体半分ぐらい目が白くなるので吹っ飛びますが、この言葉ぐらいはですね、どっか頭の片隅に入れておいていただけると、多分この公開講座の話だとかですね、統計の話とかも少し親しみを、より親しみを持ってお聞きできるのではないかと思います。でまあ、今日の話はですね、そういう数学的なややこしい話はぶっ飛ばしまして、今言ったような3つの考え方がどのようにできてきたか、私たちの前に現れてきたかということを簡単にご紹介させて、ご紹介しながら、ご説明させていただきたいと思っています。でまあ先ほど言いましたようにですね、いつから出てきた、1番目の最初の一歩がですね、たくさん集めるという話をしました。でもちろんですね、世の中のものって本当にいろんなものがありまして、たくさん集める対象はいろいろあるんですけれども、でも人間がですね、一番関心を持って知りたいもの、それはいろいろなものが本当あると思いますが、多くの人間にとってやっぱり最大の関心事はですね、人間なんですね。つまり人のことを知りたいと思って生きて、あるいは人のことを知ることによって何かが分かるのではないかと思っています。でそういうふうな形で、集めたときに、じゃあたくさん集めるものとして何が、それはですね、都市というか、つまり人間がたくさん集まっている場所とか空間とか生き方みたいなものを、見ていくことによって、その中から面白い何かが見つかってきた、そういう感じでたくさん集めるということが始まっています。でもっと具体的に言いますとですね、生まれた場所というのは、言いますと一言で言うとイギリスの首都のロンドンが最初の場所になる。で時代は少し幅があるんですけれども、大体17世紀、1600年代から、18世紀の初めぐらい、1700年代の初めぐらいになっています。で実はですね、その頃のロンドンにある、形で作成されて販売されていたある文書があるんですね。それが実はこれです。一番上にですね、ドクロのマークがついている、なかなか衝撃的な文章ですけれども、こいつです。でこれ何かと言いますと、ご説明しますとですね、さっきの文字でちょっと読むことができた方はいらっしゃると思いますけれども、ビルオブモータリティというふうに書いてあります。で統計学の、一応用語というか歴史学の用語では死亡表という言葉で紹介されていますが、ビルですからすごく簡単に言いますとですね、死亡の感情学なんですね。そういう文書が実はロンドンではですね、この時代に作って売られていました。でこれはですね、具体的に言うとですね、ロンドンの中にキリスト教の社会ですから、それぞれ地域ごとに今でいう地域ホールとか地域会館みたいな形で教会があります。その各教会の管轄区域ごとに人が何人死んだか
ということをですね、文章にしていただきます。で、それをですね、1週間ごとにロンドンのすべての教会地域に関して集めて売っていたというのが最初の一歩になっています。ちょっとびっくりするんですけれども、このビル・オブ・モータリティ死亡表、あるいは 死亡感情表はですね、1603年以降にはほぼずっと定期的に1週間に1回、刊行されています。で、購読料はですね、これ当時の、料金なので今の、換算するとどうかってちょっとあんま考えてもしょうがないところなんですけども、年間4シリングという値段だったそうです。これは結構当時としては高い値段なんですね。で、最大の疑問はですね、こんな縁起の悪いものが何で売られていたんだろうかというところにあります。で、実は1603年から始まったと言いましたけれども、実際定期的に刊行されるのはこれなんですけれども、これはもちろん何かの理由があってこの年からみんなが定期的に刊行し買うようになっています。それは実は1603年というのはロンドンをペストの大流行が襲った年なんですね。で、17世紀のロンドンというのはですね、何回かペスト、当時の、今で言うとインフルエンザよりもはるかに恐ろしい、激しい伝染病ですけれども、それが流行しております。で、特に大きかった流行の年がですね、1603年、1625年、そして1665年と3回ございます。で、1603年のは、先ほど、ご紹介しました死亡表が定期的に刊行されて販売され始めています。で、1665年というのは結構この時も非常に大きなペストの流行があって、有名な逸話を一つご紹介しますと、アイザック・ニュートン、万有引力の法則を発見したニュートンもこの年に、彼はオックスフォードだったかな、住んでいた大学町を避難して田舎に引き込まれます。で、田舎で何を見たかというと、本当に見たかどうか謎なんですけれども、リンゴを見たんですね。で、つまり実はペストの流行でリンゴを見たことによって万有引力を発見したというふうに考えれば、なかなか、思い出深い、年になったというんですけれども、実はこの時にニュートンが避難したように、実はこれがこの死亡表が売られていた、あるいは死亡表をわざわざ金を出してまで買うということが普通に行われた理由の、実は大きなものです。つまり先ほど申しましたように、都市というのは人間がたくさん集まるところです。で、人間がたくさん集まるところというのは、別の見方をすると伝染病が集中的に出現する、そして爆発的に拡大する場所だ。で、何をやってきたか、要するにですね、ある地域、ロンドンのある地域で死亡表の上に出てくる亡くなった人の数が急激に増えたら伝染病が始まったという印になる。で、当時のですね、これちょっと分かりにくいですと、当時のロンドンとパリもそうなんですけども、大体当時の江戸よりも人口密度はですね、2倍から3倍ぐらいの非常に実は密集した住み方をしています。で、これが先ほど、ご紹介した、ロンドンの1660年、アイザック・ニュートンが、避難した年ですけれども、この時の、ペストの感染地図というのが、残っております。いくつかの集計があるんですけれども、これが一番分かりやすい図で書いてあります。黒いところが多数の感染死亡者が出た地図です。図を見ていただくと分かるようにですね、これ外側に集まってますよね。これどういうことかというと、都市の、いわば城壁、出入り口にあたる門の近くというのは比較的貧しい人がたくさん住んでいて、かつ、人通りが激しい場所です。なのでこういう地域の教会の死亡者数がピュッと跳ね上がっていくことから伝染病が始まっていくわけです。なのでこういう、いわば黒い縫いの地域の、伝染病の死者が多くなってきたということを発見して、それから避難を始めた
というのが、当時の、ロンドンのやり方で、これ緑の、これは別の地図なんですけど、緑のところがですね、死亡者が多い地域です。で、赤いところが多額の税金を納めている人がいると。対照的でしょ。だからこれで、死亡票というのが売れてっていうのが理由がよく分かると。つまり緑の地域で人が死んでるのを死亡票を使って、赤い地域の人たちは早めに死ぬことでスタコラさっさと田舎へ逃げたというのが当時のロンドンの状態。いや、文字通りですね、地獄の沙汰も金次第というのはですね、強烈な話がありますが、この辺がですね、いやアングロサクソンだなと、つくづく思うんですけれども、もう一つはですね、これを使って、商人がですね、仕入れにも使ってたそうです。要するに伝染病が流行り始めるとみんないなくなるので、食料品とか仕入れてもしょうがないんです、ね、なので、この死亡票は単に命のためだけ、命を守るためだけではなくて、商人が適切な仕入れをするためにも使っていたというのが分かっています。いや、なかなかですね、この辺は強烈なんですが、この辺が実はイギリスで統計学が発達してきた理由の一つでもあります。こうした形で個人個人がですね、マーケットでいろいろ、取引をするという形で、やっていく。で、そういうのがですね、発達していきますと、どういうことが起きるかというと、こういう形で、より詳しいデータというのが、出てきます。で、単にですね、最初は死人の数、亡くなった人の数だけを挙げていたんですけれども、同じように各地域ごとに結婚した人の数とか子どもの数とか、そういうことを見つけていくわけです。で、そういうふうにですね、集めて測るという形で、いろんなものを、知っていく、あるいはそういう形で、調べていくことによって、で、集めて測る作業が始まっていきます。で、その中で一冊の本が書かれています。これもですね、実は1665年に、刊行されて、のちょっと前に、刊行されて65年に大きな話題になっていく本なんですけれども、ジョン・グラントという人のですね、死亡票の観察という本があります。で、彼がですね、何をやったか、正式な題名は非常に長いので吹っ飛ばしますけれども、すごく簡単に言うとですね、彼はそれまで言われてきた1603年から1662年、間では抜けているのもありますが、その死亡票を全、可能な限り集めて、その数をいろいろ足したり引いたりする中で面白いことを発見している。3つ発見していくんですね。で、この3つ、いろいろあるんですけれども、1つはですね、死には2つの種類があるという発見でした。で、どういうことかというと、亡くなっていた人の数に比べて、大きく、その年の亡くなった人の数に比べて大きく死亡数が変動するのと変動しないのとがあるということは、で、大きく変動するのはですね、痛風、心臓病、そして自殺と事故という、変動しないのは自殺と事故という、で、変動するのは伝染病です。で、これは結構びっくりする発見なんです。つまり自殺や事故も集めて測ると必ず一定のパターン性を持っている。むしろロンドンで全体で自殺する数とか事故で亡くなる人の数というのは一定だということは。で、一つですね、重要な発見というのは、その2番目、これはですね、ロンドンでは死亡する人の数が生まれる人の数を必ず上回るという発見です。で、これはですね、結構この2つも結構びっくりすることだったんですけれども、さらに3つ目、驚く、びっくりする発見というのを書いてあります。で、それはですね、男女の生まれる比率が一定だということです。で、これは正確に言うとですね、2つその中に入ってきます。1
はですね、生まれる数というものが実は非常に大きく変化してきます。このくらい大きく変わっていくんですね。2000人からですね、8000人ぐらいのオーダーまで大きく変化してきます。ところが比率はこうなんです。数はすごく大きく変化するんだけども、比率で見ると一定だということがあって、でそれもですね、このちょっと数字の方から見てみます。一定の比率が問題になります。で1対1ではなくて14対13だということを見ないとは発見して、これはですね結構びっくりする。どうしてかというと、これキリスト教の社会ですから、創世記を読むとアダムとイブがという話になってくる。で聖書のどこにもですね、アダム43とイブ13が結婚してなんて書いてない。であれっていう話になってくる。でここからですね、2つの問いかけが実は始まる。一つはですね、本当にそうなのという形の疑問が出る。つまりグラントが発見した14対13はおおよそなのか、あるいはどの程度信頼できる数値なのか。それは先ほど申しましたように、何せですね、神様が言ったことが正しいかどうかがここにかかってくるので、真剣な問題になってきます。で2番目はですね、もう一つ、これ実際になってくるんですけども、本当にそうだとしたらば、どういうことでこういうふうになっているんだろうということになって、でそこからですね、いわば神様の意思を知ろう、あるいは本当はどういう意図で神様はこんな設計をしたんだろうという形で、見えないことを推測していくという作業をやっています。で先ほど申しましたような、この数字を集めて大体こうだということをですね、言い出した人というのはグラントという人がいます。でこのさっき言いました死亡表というのは1662年に刊行され、大人気になっていったのは1665年ペストの大流行の年です。で、そしてこの時にこの業績が認められて、グラントという人は当時のロイヤルソサイエティという、今でもありますけれども、イギリスの、科学アカデミーの会員に選ばれるという、名誉まで得る形になります。でさらにこれを含めてですね、そうしたグラントの発見をいわば集めて測るの最初で非常に重要な第一歩から次なる一歩を踏み出していく人たちが出てきます。でそれはですね、そうしたグラントが発見した数字というのはどのくらい確かなのか、あるいはどのくらいそれに関してどういうことが言えるんだろうということをさらに突き詰めていく、いわば2番目間接的に推測する、3番目大体を正確に見つけるという作業をやっていった人たちであります。でその中でも特に有名な人がですね、ジョン・アーバスノッテという人がいます。で彼はグラントの特に重要だった出生日の問題を扱っています。でこの彼がある論文を書きます。1710年の論文でですね、これも長いんですね、タイトルがですので、もうちょっと喋ってる時間がないので、タイトル名は、紹介吹っ飛ばしますが、一番最後の、神の説についての一つの論拠、その辺からですね、当時の人たちがどういうふうに物事を考えてたか分かるんですが、グラントの発見に対してアーバスネットがやった、作業というのは、まず最初はですね、グラントが発見したことを再確認していきます。グラントのですね、死亡表の観察の後のデータも加えて、大体82年、グラントの場合にはですね、大体59年ぐらいのデータしかなかったんですが、その後のデータも加えて、82年分のデータをさらに、集めて、グラントが言ってたことは本当にそうなのかをまず確認していきます。で、実は見事に当てはまっています。グラントの後の時代も含めて、大体14対13ぐらいの数値を、キープしていたということだ。で、じゃあ本当にそうなのか。2番目、
大体14対13ぐらいだけれども、場合によっては1対1に近づく年もあるということも、データを見ていく上に分かっています。でそうなってくると問題になってくるのはですね、14対13か1対1かどちらかなんだろうということを次は判定するという問題が出現。これにアーバースネットはどの形に、でアーバースネットがじゃあどういう形でこの問題に取り組んできたか、実はここから統計学というものが始まっていくわけですけれども、具体的に言いますとですね、これ少しややこしいので最初に手順だけご説明していきますと、アーバースネットがやった方法というのはある仮説を立てるというのが最初です。で、2番目にはですね、その仮説が正しい場合に必ず起きる結果というのを特定するということをやっています。で、3番目にはですね、その結果というのが現実、つまり観察されたデータとどのくらい合致するのかを見つめるという作業、この3ステップをきちんと踏めば1対1なのか14対13なのかということが判定できるのではないかという方法を見つけた。ここにアーバースネットという人がやった大きな第2歩が示されています。で具体的にどういったか、今みたいにですね、抽象的な話をやって だけは説明していくと分かりづらいんですが、具体的に彼がやった作業というのを、追跡していくのはそんなに難しくないです。で、アーバースネットがどういうことをやったかというとですね、簡単に言うとこういうことをやったんです。1番目、仮説に当たるものというのはですね、もし、男女の出生比が1対1だとすればどうなるか、そのことによって2番目必ず起きる結果というのは、出生比が1対1だと仮説を立てれば、そこから必ず起きる結果というのは、ロンドン全体で男性の出生数が多い年になる可能性と女性の出生数が多い年になる可能性は同程度だということが1番目から導けるということに気づいたんですね。つまり子供の生まれる数というのは時々によって変化をしますから、出生比が1対1であっても、たまたま男性が男の子が生まれる数が多い年と女の子が生まれる数が多い年というのが起きることは当然あり得ます。あり得るんだけれども、1対1ならば男性が多くなる年というのが出てくる確率は、50% で、女性が多い年が出てくる確率というのは 50% だろうということが言えそうだということに彼は気がつく。で、要するに1対1だから多くなる確率は 50-50 だということに、まさに、半々だという、形。つまりこれはですね、掛け率1対1だよっていうこと、つまり男女の、実際こういう言い方を使ってるんですけども、男女の出生比が1対1ならば男性が多い年になるということに掛けの、率と女性が多い、年になるということに掛ける、掛け金の率というのは1対1だと考えていいでしょうということを、アーバースネットは、見つけていきます。これもイギリス人らしくですね、掛け事が好きなんですね、あの人たちは。で、当時はそういう掛け事に絡んでこういうふうに考えるという技術がすでに、発達しております。で、とすれば何でやるのか。もうほとんど結論になってくるわけですけども、掛け率半々だとすると82年間実際のデータで分かっていることはどういうことかというと、ロンドンでは82年間続い
で男性が多い年になっているというデータが出ている。とすると掛け率半々だとして、つまり起きる可能性が 0.5 だとすると、男性が多い年が出現する確率が 0.5 だとして、それが82年間続く確率はいくら、これを計算すれば答えが出るということになります。つまり82年間、男性が多い年が続く確率というのは 0.5 の82以上、計算は今日の話はここ1回しか出てこないので、ご付き合いください。つまり、別の言い方をすると2の82乗回に1回の確率になるはずだということに、アーバスネットは気づいています。でこれはですね、ガーッと計算すると、このくらいの数値になるみたいです。4.836×10^24だそうです。よくこんなの計算してたと思うんですけれども、当時ですからコンピューターもないんですが、読み方を紹介していきますとですね、これ、私も知らなかったんですが、48,364とかですね、4836ヨタ分の1というふうに読んでいます。ただしですね、これを今日の講義するために他の文献調べたらですね、実は文献ごとに数の桁が違っておりました。10の23乗とかですね、10の24乗とか25乗とか、実は私がこの環境で持っている3つの文献が全部違う数字になっていたのですね、恐ろしい事実があって分かったんですけれども、まあ要するにですね、結局これコイントスの応用なんですね。確率半分半分、要するに出てくる確率が半分半分というのは、コインを投げて表が出る確率と裏が出る確率が半々だということで、男女の出生比が1対1だということは、コイントスと同じように表が出る確率と裏が出る確率が半々だということと同じで、それは男性が生まれる年と、男性が生まれる数が多い年と女性が生まれる数が多い年がそれぞれ表と裏に当たるということにアーバスネットが気づいて、とすると、ロンドンで実際に聞いたように、82年間続いて男の子の生まれる数が多いというものが出現する確率は、82コイントスをして、表が82回、別に表とかどっちでもいいんですけれども、82回続けて出てくることと同じだ。ということに、彼は、聞いた。で、起きたことはそうであり、そしてそれはもし最初の仮説が正しければ2の82乗分の1でしか起きない確率なのだから、現実とは違う、だから仮説は間違いであるというふうに判定できますよということをアーバスネットは発明した。でこれはですね、非常に確かに見事な論証でですね、当時の、科学者に熱狂的に迎え入れていきます。で巧みな点というのがいくつも、あるんですけれども、まず最初はですね、多分一番やっぱり重要だったのは、効果を投げるコイントスと同じ考え方でこれ分かるんですよということに気づいたと思います。で2番目はですね、これ少し難しいことになるんですけれども、配分法と呼ばれる考え方をうまく応用した。つまり1対1は間違いだということを論証するという方向に出たんですね。で、それは逆に言うとですね、アーバスロットは14対13が正しいということを論証に成功したわけではない。でもこの場合において1対1でないということが重要だったわけなので、そこに絞った、その辺の絞り方がうまいというところで、3番目はですね、
これも重要だったんですけれども、どの程度現実とずれているかという形です。つまりアーバスモッツのさっきの証明で分かるように、一対一では絶対にないということを彼は言ったのではないですね。一対一でなる可能性は実は2の82乗分の1ですが、あることを踏まえた上で、でもそれは実際にはとても起こりにくい小ささだから、一対一ではないと考えていいのではないかという形の結論。つまり絶対にということを回避してずれる程度を数値化した、まさに3番目のですね、形になります。で、結局ですね、そういう形でロンドンみたいな大きな、都市で、まず、ロンドンという大きな都市の80年間のデータというもので、本当にたくさん集めることによって違いが見えてくる。でもそれは、配備法と確率を組み合わせるという形で間接的に、見えてくることであり、だから絶対ではなくて多分一対一ではないだろうという結論になっているわけですが、同時にその多分というのを2の82乗分の1という形で正確に見積もった。その辺がですね、グラントが、アーバスモッツがやった重要な形。おそらくですね、この後、実はこのアーバスモッツというか、今やった方法というのは統計学的検定と言われるものの一番最初の例として知られていて、これをいろんなケース、いろんなパターンに使えるように改良していきます。で、それがまさに統計学の、最初のスタート点になってくるわけですけれども、でも逆に言うとですね、これはある意味で統計のものが何を教えてくるのかということをよく示してくれるようだと思います。で、実はですね、統計というのは今のことでも分かるように、絶対に知るものではないという特徴。で、それは言い方をすると、ある種の推測になるので、常に誤る可能性とか間違える可能性にも気をつける。で、ただし、同時にですね、その誤るとか、判断ミスとか、歪みとかの程度をできるだけ、正確に見積もろうとするというのが、統計の基本的な精神になっています。で、だからですね、この辺から先は結構その人によって考え方は違うと思うんですけれども、私自身はいつもこういうふうに思っています。で、これは何をやってるか。それはですね、ある意味で知ることが限られていく。つまり絶対というものを本当の意味で知ることができない有限な人間が無限な世界に対して生きていく技法とか発想みたいなものではないかとよく思います。で、そういう意味でですね、やっぱ人が無限に間接的に触れる方法、あるいは無限な世界に対して有限な人間がアプローチする方法、そういう形で考えていった方がいい。で、そういうものとして統計を使い、その有用性と、限界について、考えるといいのだ。で、ただしこの辺も面白いのですけれども、そういうふうな言い方でありながら、同時に人は統計を使って客観的な真理を発見した、あるいは絶対的な何かを発見したかと思いやすいという特性もある。だから統計の数字というのは常に有用性とか限界を考えながらしっかり考えていったり使ったりする力があるんですが、時々あるいは非常にしばしばそれが一人歩きをしていく。その辺にはですね、有限な人間が無限を知りたい、無限に触りたいという欲望が裏側にくっついているように私は。やっぱそうした有限な人間が無限な世界に触っていくという意味でも、そして触ってきたものが実際に無限そのもの、あるいは神様の意志に近いような何かだと思いたがり、その両面においてですね、統計というのはとても人間臭い作業の考え方なんだというふうに思っています。で、そういうふうなことをやってるんだというふうに考えていただけると、
これから始まっていく、この公開講座の統計の話がですね、何をやっているかと、そしてその背後にある私たちの世界との付き合い方みたいな問題も含めてご理解いただけるのではないかと思います。拙やかな説明でしたが、とりあえずこれで私の話を終わります。ありがとうございます。